します。5月7日金曜日の朝一番天気、朝天の吉澤奈央です。昨日は過ごしやすい一日となりましたね。都心でも最高気温が9日ぶりに20度を上回りました。子供の日を過ぎまして、和菓子屋さんの店頭にはもう水羊羹も並び始めているんですよね。今日のおやつに新茶と水羊羹というのはいかがでしょうか。さて、今朝の関東地方のお天気なんですが、お天気の方はだいたい雲が多めながらも晴れてきています。夜のうちに沿岸部を中心に弱い雨のぱらついたところもあるんですが、今日日中は傘の心配はないでしょう。4時の都心の気温は 15.6 度、昨日より3度ほど高めの朝となりました。では今日の予報です。